そうですよ。本当に、私もノーバディです。ノーバディ。ほんにノーバディ。誰でもない。やっと、ね、あの、40過ぎて自分のダイヤモンド見つけました。見つけました。皆さんも年齢関係ない。できる。そう。本当ね、つい3年前ですもんね。つい3年前まで、普通にある。三年前ですよ。ノーバディ、ノーバディ。ということは、この今、 あのライブでご覧になっている方、アーカイブでご覧になっている方も、3年後にはこんな感じで生き生き輝いたインフルエンサーになれるっていうことじゃないですか。ね,ねここはもう絶対に諦めてほしくないんですよ。で、それをほら、<う>実践している人たちの口から直接聞ける場ってなかなかないでしょ。昔だったら、それこそね、その講演会に足を運んで、お金を払って。 だったんでしょうけれども、うん、今はなんてスマホでメール登録をして、その時間になったらポチッと押すだけでしょ。うん、なんて変わりたい人にとったらもう天国みたいな時代じゃないですか、今って。これはもう生かさないと絶対損だと思うから、僕は本当に悪いこと言わないです。絶対悪いこと言わないですよ。悪いことしたら信用につながるから。うんうん、だからこそ。 ぜひ、ぜひ、その時間帯はもうスケジュール開けておいて、なんだったら、あの、ご家族全員でも見れるような、あの、うん、おじいちゃんも見れるし、お子さんも見れるような、そんな変な、際どい話はしませんので、このきっかけを、んと、足がかりにして、皆さんがあなたが変わってくださることを、僕たちはもうめちゃくちゃに心の底より祈ってますんで、僕も、のっちさんもそうでしょうが、 ちょっと勝手にノッチさんの心の中を代弁させてもらいますけれども、僕らが今生きているのってでかって言ったら、この世の中を良くするために生きてるんですよ。僕たち個人、そのノッチさんの財布を分厚くさせたいとか、僕も美味しいものが食べたいとか、そっちじゃないんですよ。そっちのエネルギーってめっちゃちっちゃいんですね。自分の欲望を叶えるためのエネルギーって。それよりかは、うん、と全人類、 全人類、未来も過去も現在もすべて合わせて、全員を幸せにしたい、笑顔を増やしたいと、もうそれが本心で、本心の、うん、とモチベーションになって、ガソリンになって、僕ら、多分朝から晩までずっと動いてるんだと思うんです。ねえ、ですよね。そうですだから、スーーパューマンになるんです、<laughs> 実は、上とつながるんです <laughs> 本当にそうです。 スーパーヒューマンの定義っていうのは、うん、高次元と一緒に動くんです。人を助けるため、動物を助けるため、地球を助けるために。そうすると、ものすごい才能がバーって大開花して、パッって開くんです、ね。うん、そう。だから、一人で動いている。一人の自分の、ねうん、リッチーに成功にするためじゃなくて、人々を助ける、変える、ね、気づかせる、動物を助ける。うん、そのためにやると、ものすごい上からのサポートが入って、不思議なことが起こり始めます。うん、そう。かる。 めっちゃわかる。それわかで、不思議な力が働き出します。そうそう、自分以上の力がバーって出てくるんですよね。まさにそれなんですよ。わかる。それに気づいてくれる人もう一人でも多く。のちさんは369万人でしたっけ ?369 万人、世界中の人です。うん。本当に自分一人でもく。すっごいサポートが入るから、やばいくらい。え 何これっていうことが起こるじゃないですか。正司さんにももう起こってますけど。まさに、そうしていくと、本当に願いが叶ってくる。なぜかというと、人々を良くするための願いだからめっちゃ早く叶うんですよ。自分の欲望を叶える、宝くじ当たりたいじゃないんですよ。それはなかなか叶わない。なぜかというと、違うから。人々を良くしていく、貢献していく、みんなを幸せにしていく、笑顔にする。それをするから、スーパーヒューマンになるんですよね。で、ここで見てらっしゃる方、 もうスーパーヒューマンの一員なのでやり方をる、ね、知るそして助けてあげたい人たちにシェアをするぜひシェアしてください。ですね。はい。本当にそう思いますの、ね。今ゾクッとしました。ゾクッとしました。だけどこういうふうなそのポジティブな人たちの会話を聞くだけでも。 聞くだけでももちろんあなたのポジティブさだとか波動上がっていくでしょうしさらにそれを周りの人たちに共有することによってもっともっとあなたにも得が入ってくるわけじゃないですか回っていくわけじゃないですか、うん、でそういうのって回せば回すほどどんどん増えていくんですよエネルギーも高まっていく<う>からし経験者はきてるしそうそうそう経験してないこと言えないんで詐欺師タイプじゃなくって、うん、自分で経験しているからこそ喋れるタイプなんでびっくりですよね本当にびっくりです、うん いいことしたら、なんか違うところから帰ってくるんですよ。まあ、本当に。びっくりしました。やっぱり人生ブーメランの法則というか、もう投げたものが必ず帰ってきますんで、<laughs> 悪いのもね。そのためには、ようだとか、ポジティブだとか、前向きさだとかを広めておいて、絶対に損はないから、もうね、全員で、僕ら見てくださっている全員でもう幸せになっていきましょう。うん、もうそれこそが僕の本心の願いです。